佐川さんとバイクを交換しました。今度は S っていう上級グレードの方ですね、まあ、大きな違いとしてオーリンズの前後の電線サスに変わってます。もうなんか駐車場から今出てきただけなんですけど、意外とこっちの方がふわっとしてるところがありますね。サスペンションの動き自体やっぱり高級感があって、なんかその奥の方のダンバッシュっていうこの最後のところの受け止め方がやっぱりこっちの方が奥深さがあってフィーリングいいですね。ただバネのレート自体は相当低いんじゃないかって感じしますね。ただこれ今乗ってる、上質バイクに高級感が出る。足大事だな。エンジンのフィーリングは強いて言うならばやや鼓動感が少し、マイルドになったかのような気はしてきますね。足が変わったことで。あ、全然違いますね。まあ、選べるならばやっぱり乗ってしまうと、まあ、S こっちの方がいいなとやっぱ思いますね。あ、こういう段差もやっぱ消し込み方が全然違いますよね。あ、ちょうどいい段差バンプ食らおう。あ、全然違う、いいですね。ただ、まあ、スタンダードの方には生々しさが残っているので、そっちの方がどこかなんていうんですかね、クラシックなバイクっぽさというか、なんかこうできることが全く変わってしまうっていうレベルな差ではないですね。これが純粋なスポーツバイクだったらできることに差が出てくるんですけども、まあ、こういうツアラーベースで考えるとこれはある程度好みで選んでもいいのかなというようなイメージはあります。で、今ツアーモード、まあ、ツーリングモードですね、というライディングモードで走ってるんですけども、ちょっとどこかのポイントに入ったら、まあ、先導している人がスポーツモードに変えろというなんか指示が出るみたいで、もしかするとそこがちょっとこうスピード出す区間なのかもしれないですね。で、今、まあ、佐川さんといろいろ情報交換してたんですけども、まあ、このバイクのこういうところいいよねというのと、こういうところがまだちょっとやっぱ甘いよねというところは話してたんですけども、モトグッチのらしさってやっぱこう佐川さんの話していることでも気づきいっぱいもらったんですけど、 V7 ってめちゃくちゃ気持ちいいんですね。ただあれも何十年作ったよっていう極みの果てにようやく到達した高みみたいなバイクになってるんですね。で、かなりこうダイレクトでソリッドなハンドリングを持っていて、こう車体もかっちりしてるんですね。で、やっぱりそういうかっちりした作り込まれてるいいバイクって佐川さんも同じように言ってたんですけど、もう駐車場でまたがってスッと、もうわずかほんの刹那の瞬間動いただけでその良さってわかるよねって話をしてたんですね。やっぱりそういうのってもう別に超高速域でしか出ないわけじゃなくて、常にその良さっていうのは出てくるので、そういった意味で言うとまだこの V100 についてはまだまだ若いバイクですね。 V85 と比べるならば意外とですね、 V85 の方がもうちょっとこのまとまりっていうのは出ていたように思いますね。まあ、V100 の良さというならば、そのファジーなところっていうのが、まあ、良さだと思うんですね。まあ、スポーツとツアラーを掛け合わせましたっていう話なんですけど、まあ、この先熟成していくときにどういう方向に熟成していくのかっていうところだとは思うんですけど、おそらくは、まあ、スポーツ方向は元口ファミリーでいうと V7 は持ってるし、でしかも全く新しいものを作りたかったっていう開発のメッセージがあって、そう考えるときちんとこの、まあ、色を変えてきてるっていうところは、まあ、立派ですよね。だからこれはやっぱり元グッチの古くからのオーナーを引きつけるだけの、まあ、縦 V っていうのはもちろんなんですけども、なんか落ちてる、他メーカーからの、まあ、流入というかそのかっこよく、まあ、奪い取りっていうのをかなり重要視しているように思いますね。まあ、ハーレーが水冷作ったりとかじゃないんですけども、だから元グッチのエンスージアストではなくて他メーカーから初めての元グッチみたいな角度 でその人たち、まあ、当然世代が新しい世代にもなると思うので、まあ、今時な電子デバイス的なものとかそういうエクイプメント的なものはてんこ盛りで盛り盛りで乗せておきましたよっていう、それが大事なんでしょうね。あ、スタンダードと S 両方乗らせてもらってやっと全体像がですね、軸が見えましたね。お、日が出てきたぞ。気温が意外とそんなに上がらない、ただムシムシ感はすごい。で、そして今休憩してたんですけど、なんか建設現場の駐車場みたいなところで、あんまり綺麗な場所じゃなかったのでもうカメラ回さなかったんですけど、蚊がすごくてですね、そういう時にこう亜熱帯な感じしますよね。あの、来るときに天気予報アプリで現地の天気予報を調べてたら、一言トロピカルって書いてましたね、その天候状況を。
確かにトロピカルな場所ですね。あー、しっとりとしたフィーリング、お尻と腰に優しいのは当然 S ですよね。路面が結構荒れて濡れてるけど、別にそんなに悪い路面じゃないですね。ただやっぱりこっちの S に乗っても思うのが、このバイクのキャラクターの3割4割ぐらいはピレリのエンジェル GT が作ってますね。だからこの今日の路面状況とバイクのスペックと、またこのペース感覚っていうのがタイヤ込みで全部マッチしてるから、これだから開発者の人狙ったでしょうね、今日の乗るべき場所がどこかっていうのは。だからこれが急にそのなんつうか、ヘレスサーキットとかバレンシアとか、なんかそのイモラとか、なんかそういうところになっちゃうと、まあ、当然全然だと思うんですよ。で、同じピアジオ全体感で言うと、アプリリアの、まあ、2O の660、RS660 っていうのもちょっと冒頭で僕ちょっと触れてるんですけども、まあ、それがだいぶいい塩梅での緩さを与えてるんですよね。 RSV4 の1000超えてるやつはやっぱりもうカチカチのすごい素晴らしいカチッとしたいいバイクなんですね。ただそれがそのビギナーの人とか速度域低い時に良さが出るかっていうと、まあ、最も顕著な例が、僕も乗ってましたヤマハの R1、 あれはノーコンプロマイズって言って妥協しないっていうキャッチコピーで、もうとにかくこれもう一般の方は若干ごめんなさいみたいな感じの作り込みしてて、で最後サスペンションとブレーキのレベルを落として普通に使えるようにギリそこでつじつま合わせを無理やりしてて、シャーシエンジンほぼ妥協してないっていうのが素晴らしいんですね。ただやっぱそれってパッと乗ると最初乗りにくさっていうのがふんだんにあって、ただまあ乗りこなしがいというか攻略のしがいは素晴らしかったんですけども、 V85TT はもうちょっとその奥があるけども、この V100 っていうのはもう手前の浅い段階からもう乗りこなせた感覚があってというような雰囲気ですね。段差ドン、マイルドに、あ、雨降ってる楽しく喋ってたら雨気づいてなかった。いいですね、トロピカルの雨ってね、最高に気持ちいいですね。こうやって降ってても、あの気温空気は暑いんですね。で雨粒がちょっとこう冷たく感じて今ちょうどいいですね。で走行風で体も冷えるし、今最高にトロピカルの中での雨でちょうどいいです。風情のあるいい雨ですね。まあ、もうちょっとV100、 こっちスタンダードではなく S の方ですね、もうちょっと S 走って、気づきが出たらご報告したいと思います。さてそんなこと言ってたらですね、トロピカルですね。雨が止んでさっきまで濡れた体がですね、もう一瞬で乾きました。で今ここちょっと羽閉じてますけど、ここの羽が雨の中レインモードとかにすると、まあ確定で開くんですけど、あとはそのですね、スピードによって開き方変えられるんですけど、やっぱこう開くと、あ今開いた、この羽がですね見えますかね、太もものあたりに当たるものは確かに押さえてくれるので、太ももに風が雨が当たりにくいというメリットはあります。ただこのバイクはどうもですね、ふくらはぎとかすねのあたりがずっと熱いですね。今僕はメッシュパンツ履いてるんですけども、ふくらはぎが熱いです。あの無理ってレベルじゃないですね。うわー熱いな、急になんかさっきまで雨粒が意外と冷たくて気持ちいいんですよとか言ってたけど、もう空気がもうムシムシでサウナですね。さあそろそろ走行セッションは終わって朝の出発地点に戻ってくるんじゃないですかね。やっぱ大都会ですよね。ビルの一個一個現代的です。やっぱ綺麗だしかっこいいし、あのビルとビルの間はなんか工事現場みたいな、そのなんていうかね、空白みたいな場所がまだポツポツいっぱいあるんですけど、だけどビル一個一個はかっこいいですよね。で、まあ、今回泊まってるホテルの部屋がめちゃめちゃ綺麗っていうのもあるんですけど、すごくこうモダンな感じで、あカメラマンがはぐれちゃったカメラマンはぐれちゃった、かわいそうに。いやーすごいでっかいな建物が、結構人口密集してるんじゃないですか。これは地元の芸能人の方なんですかね。これはなんか寝具ベッドの
メーカーです。わあ、向こうになんか急に宮殿みたいな感じですよ。面白い。ああ、やっぱこのさっきから僕ずっと S っていう方を乗ってるんですけど、ああ、やっぱもうどうやったっていいブレーキやらいいサスペンションがついてくるバイクってやっぱそっちの方がいいんですよね。まだちょっと向こうの方は空黒いから今日の午後はもしかしたら雨かな。なんかこういうターンインの時にもスーッとバイクが出ていて、最後アクセルをちょっと当ててバックアップ維持して、で開けることでこう起きて戻っていくみたいな、この寝かせて戻して寝かせて戻してっていうのを繰り返す時に、やっぱりもうサスペンションって常に仕事してるから、やっぱり意外とじゃあフルアジャスタブルで私触らないんで、触れないのでスタンダードでいいからっていうわけではなくて、触らない人こそまあとりあえずいい方にしておいた方がまあ恩恵受けられますよね、常に受けることになるので。だこういうグレードってどれがいいかなって迷ったら上の方にしといた方がいいっていうのはやっぱコスパがいいんですよね、その常に味わえるから。例えばその外装でデザイン変わるだけで何十万円アップしますとかだと正直あんまりうまみないと思うんですね、その乗ってる時に作用するものじゃないので。だから機能部品、機能性能っていうのはやっぱいいですね、常にその自分の体を助けてくれることになりますもんね。止まると暑いですね。ロードツアーレインモードにするとウィーンと開く、かわいい。高速を降りたんでしょうか。お、雨粒が、大粒急に降ってきた、重量感がある。あれ一瞬だけ。あー、このやっぱいいですね、エンジンのこのゴロゴロゴトゴトしてるフィーリングがすごくいいですよ、気持ちいいですね。あー、やっぱスピード出すと涼しくていいですね。ゆったり渋滞にはまると結構熱出すエンジンですね。さあ、間もなく都市部で、これは朝の会場近いんでしょうか。まあ、結果走ってみてバイク自体はめちゃくちゃ楽させてくれますね。まあ、そういうところがスポーツバイクだともっと例えばブレーキングしたとかアクセル開けるとかいろんな瞬間に緊張感漂う場面でたくさんあると思うんですけど、このバイクはそういう緊張感が全くなくて、ずっとこうマイルドな世界観でですね、まったりと乗らせてくれるので、肉体的にも精神的にも疲労が蓄積しにくいですね、まあ、疲労感じにくいっていう感じですかね。まあ、その辺が、まあ、スポーツよりよりというよりかは、なんていうんですかね、ツアーを意識してますよっていうところのようですね。今さっきからあの指1本立ててるの、あれ決して中指立ててるわけじゃなくて、人差し指で、あのここ1列でよろしくねっていう、そんな話をしてますね。でちなみにこれハンドル結構ワイドなんですけど、まあ、こういうすり抜けするシーンではあのちょっとこうミラーが、車のミラーと比較的ちょっと高さが近い部分あるので、そこだけはあれなんですけども、ただバイク自体結構やっぱコンパクトなのでそんなに気使わないですね。あの写真で見た時のバイクの大きさがちょっとこうピンと来にくいところがあるかもわからないんですけども、基本的にはコンパクトなバイクと思って、いいと思います。雨がしっとりと、量は少ないけども大粒の雨がポツポツポツって降ってきます。ちょうどメッシュジャケットを貫通して気持ちいいですね。あー、お腹空いてきたな。車多いですね、都市部はね。昼は何かな、ハンバーガー食いたいな。おー、雨粒が冷たい、気持ちいい。なんかシャワー最初に出したボタボタって出てきた最初の重たさのある水滴が冷たいっていう感じですね、気持ちいいですね。さあ、先導してくれてる人のバイクが僕らよりももうちょっと大きめのバイクなので、彼が通れるなら我々は通れるっていう理論ですね。パニアつけてたらまたこのバイク印象変わるんだろうな。よいしょ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 、楽しいですよね。さて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 、わあ、帰ってきた。ちょうど雨が強くなってきたタイミングで運が良かったですね。さあ、会場に帰ってきました。疲
タッフがいっぱい待ち受けてくれてる。ちょっと後で会場の様子は見ていただきましょう。Thank you.